皆さんこんにちは、あらあらの奥村ひろみです。さあ今日は夏も近いということで、たった1日4分間で体を絞れてしまうインターバルトレーニングを紹介していきたいと思います。タタバタ式という方法を使っていきますよ。さあ20秒間全力で1つのエクササイズをしていただいて、10秒間休憩リカバリーということを8回繰り返していきます。結構ハードなね、方法で行っていきますが、終わった後はとってもスッキリしますので、ぜひチャレンジしてみてください。それではどうぞ。さあスクワットから始めていきましょう。さあお膝がつま先よりも前に出ないように意識して、さあすねと背中は平行ライン作っていきましょう。お尻は深く下がってますか？お膝90度までお尻を下げて、さあ次は腕立て伏せプッシュアップです。今日は膝つきで行っていきましょう。さあ肩からお膝まで一直線を作っていきます。苦手な方はつま先も床へ下ろしてみてください。さあ顎はしっかり下がってますか？顎と床の間2センチから3センチまで下ろしていきましょう。さあ次は背筋です。胸をしっかり上げることを意識していきましょう。顎が上がりすぎると呼吸が辛いですので、顎は自然な位置へ置いて、さあ背中の筋肉を意識して、しっかり胸は上がってますか？さあ次はニーレイズ。さあすねと床を平行のラインに保っていきましょう。さあ太ももと胸をしっかり寄せてお腹を使っていきます。寄せ合う時に息を吐いて、さあスピードアップ、お腹意識してしっかり動かしていきましょう。さあスライドスクワット、お尻を落としたところからのスタートです。さあお膝を左右へ動かして重心をしっかりと乗せていきましょう。太もも、特にね内ももを使っていきます。さあしっかりお膝動いてますか？重心乗せてスピードアップ、太ももしっかり燃焼させていきましょう。さあ次はグルーブリッジ。さあつま先を上げてお尻の上げ下げです。さあお膝から肩甲骨までが一直線になるようにお尻を上げて、お尻と太ももの裏の筋肉使っていきます。さあお膝は開きすぎてないですか？お尻はしっかり上がってますか？さあ次はロシアンツイスト。足を持ち上げてお膝はくっつけていきましょう。手のひら合わせて左右へ振っていきます。脇腹を意識して、さあ呼吸はしっかり、さあスピードが落ちてないですか？スピード上げていきましょう。さあ最後はジャンピングジャック。つま先お膝は外向き、お尻を深く下げていきましょう。さあスピードが落ちないようにリズミカルに、さあ最後しっかり呼吸上げていきましょう。もっとスピード上げて、はい終了です。お疲れ様でした。インターバルトレーニングいかがでしたでしょうか？ちょっとねハードですけれども、なかなかねトレーニングに時間の割けない方ですとか、小さなねお子様が一緒にいらっしゃるねママはお昼寝中にもできてしまうので、とてもね、おすすめなプログラムです。またねインターバルトレーニングもどんどん使
作っていきたいと思いますので、ぜひまたご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回、チャンネル登録よろしくお願いします。